先生分かった。俺フェンシング部頑張ってみるよ。じゃあさよなら。先生、ごめん。俺もフェンシングできない体になっちまった。誰が何と言ったって、どうあがいたって、絶対フェンシングできない体になっちまった。もういいの。あなたはよく頑張った。もう先生、フェンシングをやれだなんて言わないから。超速壁だなんて二度と言わないから。だから。